さあ始まりました。はい、今旬の人を追いかけるというコーナー旬なんです旬な人をちょっと追いかけるというコーナーを今作りました。お、今日のゲストはですね、伊勢直弘さんです。はい、伊勢直弘です。ね、お願いします。ね、伊勢さん、はい、伊勢さん、まあ、伊勢さんを紹介するときに、はい、演出家と紹介した方がいいの、脚本家として紹介したら、なんて何でもいいですよ。何でもいいんですか。意外とこだわんないんで。あ、そうなんですか。はい、でも俳優もやられてるんですよね。俳優はね、もうやってないですか。もうやってないですね。あらら、やめたつもりはないですけど。あ、そうなんですか。まあ、もういいかというと裏方の方が楽しいんで ね。なるほど、はい。伊勢さんとそのね、出会ったのはですね、はい、出会ったのはですね、もともとでも僕結構何個か作品見させてもらったし、そのそうだったんですね、お名前はもうね、演劇界ではやっぱり、いや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 、ありがとう。そうそうそう、だからやっぱりずっと何かでも接点がほら、うん、ないじゃないですか。そうです、ね、なんだかんだ僕も脚本演出やるし、はい、伊勢さんもやるらしい。合わないんですよね。そう、合わないですね。人現場に人現場に一人しかいないから、そうです、ね、そう合わないから、そういう意味ではお名前は知ってたんですけど、なかなか会う機会がないなと思って、はい、それで今回ね、このペットというこのこれですよね、もうすぐ始まるこのペットという作品で出会っちゃいましたね。そうですね。いや、だから成瀬さんにお声掛けいただいて、はいはい、だ僕これ聞けずにいたから、はいはい、まあ、せっかくこういう機会なので、まあ、質問しようかな。あらら、僕も成瀬さんのお名前も十分、はい、あの、あら、存じてましてね、直と動かしてますから ね。そうですね。まあまあいいでしょう、進めます。いいです、はい、うん、そうで今回、まあ、共通の知り合い通して、うん、まあ、ご紹介いただいたんですけれども、うん、なぜこのペットで、まあ、あのお声掛けしてくださったのかなと思って、うん、あ、なるほど、いい質問が来ましたね、はい、せっかくなんでね、いい質問来ましたね、聞けずにいたんでそうですね、はい、聞いちゃおうかな。いや、あのね、まずペットを、まあ、僕もお話しいただいて、はい、このペットを舞台化したいって話を相談いただいて、うん、それで、まあ、読んだ時にそのなんていうのかな、その重厚感というか、ね、そのストーリー性もあるし、その重厚感もあるし、はい、で、なんかやっぱ、映像を使いこなすというかね、何かそう、やっぱこの作品の時になんかその脳内に入っていく話じゃないですか、うん、その記憶の中に入っていってそれを操作するっていう話だから、そういうのをそのバランス取れることができる人がいいなとは思ってて、で作風的にもちょっと僕っぽくないなと思って、僕っぽくないっていうか、はい、僕は別にそんなあれないんですけど、別に、うん、ただどっちかというとコメディ色がちょっと強いから、はい、そういう意味ではそういうことができる方がいいなと思って、ではいて、で前作その三宅先生の作品でやったのが末原拓磨っていうのを演出やったんですけど、はい、末原拓磨はちょっともうちょっと泥臭いというかね、なんかザ演劇、うんうん、昔のそのアングラの匂いがする存在、うんうん、だからで映像とかも多分使わないだろうし、まあすごいストレートにね、そうそうそう、アンダーグラウンドも作る、ね、うん、そうそうそうですね、そうですね、うん、でそれまあタックマではないなとは思ってて、でただこういうのをスタイリッシュに、そのなんかその重厚でありスタイリッシュで、うん、かつそういうのをバランス取れたことができる人がいいなと思ってた時に、やっぱり伊勢さんかなと、ああ伊勢さんだなと降りてきた、神様降りてきた降りてきた神様に感謝、伊勢さん伊勢さんがいいなとは思ってっていうようなところで、はい、なるほど、うん、でまあなおかつ上ちゃんがね、その時にあの主役っていう形でも、うんうん、はい、まああの話を進めさせてもらってたから、うん、余計にその主役とのそのコミュニケーションっていうところでも、まあやっぱり、まあ伊勢さんなんだかんだね、伊勢さんにたどり着いちゃう、なんだか避けて通れないそうそう、なんだかんだね伊勢さんにたどり着いちゃうから。はい、そういう意味でそういうところのそのバランスというかね、その感じをスタイリッシュだしでも重厚なっていう作品をなんか作っていただければなと思って、うん、それでね、あの企画書とか本もね、漫画も読んでもらって、はい、ね、もうなんかそしたらもう二言返事でいいよみたいな、面白いと思って、うん、面白いですよね、はい、面白いですね、そうそう、作品やっぱ読んでてもちょっとまあ確かに複雑な部分はあるんですけど、うん、それを舞台化するっていうのはね、すごくなんかこうやる意味があるというかね、うん、うん、そういうことだったんですね。お願いします。はい、あ、聞けちゃいました。聞けちゃいました。もうなんかこう、あ、そこ目指せる。そうですか、
ね、はい、今日はちょっとね、まあ、その話はもうちょっと後でね、はい、細かくしようかなと思いますけど、はい、吉田さん、僕、ウィキペディア、僕も。あ、そうなんですね。そうそう、見たことありますか、自分のウィキペディア。一応あります。ありますか。一応あります。俺、自分のあんまちゃんと見たことないですけど、はい、いや、これ面白いですね、ウィキペディアって。なんかね、見ると、誰がこれ知って書いたんだろうって、ちょっと、あの、気になりますね。いや、今日初めて見たんですけど、面白いですね、はい、これ。なんかすごいこといろいろ書いてるなと思って。なんか自転車の話まで載ってますね。ああ、自転車好きですね。そう。いや、すごいなと思って。いや、この間も確かに自転車に乗って打ち合わせ、ね、はい、六本木で打ち合わせして、それで僕自転車なんですとかって言ってたから。あ、そうですね。大体都内だったら。すご。割とどこでも。ラムシペタルじゃないですか、もう。そうですね。あ、いいですね。あ、いいですか。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。すごいですね。だから、どこでも行くんですか。じゃあ稽古場も？稽古場もそうですね。あの直で行って帰ってくれるときはもう自転車ですね。すごい、そんなことまで書いてるから、いや、誰か知ら、でも書いてるんですか、こういうこと。あのブログとかをやってて、うん、ブログを長年見てくださる人もいるんで、なるほどね、多分そういう人がね。だって自転車運転するモットーは、がっかりするほど安全運転って書いてます、はい、ま、イタリアマフィアが震え上がるほどの安全運転って書いてます。昔ブログのネタにしてたことがあるんで多分そこ拾ってくれたんだろうなと。すごいなと思って、俳優としては黒執事でアッバーライン警部役を演じ、原作コミックアニメのキャラクター設定無視した日替わりアドリブ暴走で警部をギャグキャラ化させるとか。いや、なんかそんなイメージないですけどね、僕。いや、だいぶ持ってます。役者の時は割とね、とんがってたんですよ。あ、そうなんですね、はい、いやいや、すごいなと思って。いやいやいや、あ、そういう一面もあるんやって思っちゃってね。あの、ほっこりしました。いやいや、徐々に徐々にあんまりこれ、あの、演出家でやると問題ない。あ、確かに、確かに、そうそう。いや、なんか、僕、そう、ここにも書いてある、演出家としては、あの、個人のね、長所を伸び伸びと磨き上げる演出家方針で、俳優の育成にも定評を持つって書いてある。これはでも確かにそうだなと、僕は。誰が定評をしてくれたんですか？いや、わかんない。僕のところにその定評届いてないですけどね。そうっすか。いや、これは確かになと思ってて。そう。なんかこう、今日、あの、演出家としてもね、その、うん、脚本家としても、その、せっかくその句の、こういうなんかクリエイター同士で喋れるから、はい、その演出の仕方とか脚本のその書き方とかね、はい、なんかちょっとそこら辺も知りたいなと。いやー、これね、僕も知りたいです。あ、知りたいですか。全然同じ結果を出してても、そうそう、うん、書き方とか、ね、全然演出の多分違うじゃないですか。アプローチの仕方とかね。で、よその現場を覗き見できないと。あ、そうそうそう、覗き見できないですよね。そう、だからね、ほんと演出女子やりたい気持ちです。怖い。演出助手すると見れるじゃないですか。はい、ただ僕も演出誰かに習ったことがないから、はい、他の現場の演出の仕方がね、分かんないんですよ、ね、うん。全く一緒です。うん。そうそう。ただプロデュース的なとこもやるから、はい、そういう意味では、あの、ちょっとこう、覗き見みたいな感じは、あ、なるほど。しますけど、やっぱり、その僕、あんまりその、見たことがないから、他のところで、はい、そういう意味で楽しみだなと思って。あ、そうですね。うん、いろいろだから、そういう意味では、なんかこう、情報共有。